こんにちは、こんばんは。爽快キックです。今回もね、第160回天皇賞秋の予想について触れていきたいと思います。今日もゆっくりまったりと始めていきましょう。本日はね、黒酢を垂らした炭酸水をいただいております。いや、拍手なんてね、してる場合じゃないですよね。先週の予想はね、個人的にすごいひどい予想になってしまいました。 竹豊安状のね、ワールドプレミア、下回ってませんけど、ワールドプレミアをね、いりませんと言ってしまったんですよね。まあ、結果はね、ワールドプレミアの下は全然回ってない。<laughs> ね、圧勝でした。はい。もうね、ダサいとかね、あの、竹豊ジョッキに謝れとかね、たくさんコメントいただきましたね。まあ、ね、逆進ともね、散々言われましたね。はい。 まあ僕の予想をね、参考にして、買われた方、まあいるかは分かりませんけどね、いたらね、ほんと申し訳ないと思いますね、はい。まあ、た、たけいたがジョッキーに謝る必要はないでしょ、さすがに。<laughs> まあ僕はね、もともと逆進タイプでね、あの、ブログの予想なんかはね、2004年からね、やってるんですけど、まあそんな当たるタイプではないので、はい。うん。まあ、今回もね、あの、センセーショナルなね、ね、タイトル名を付けると思いますけど、まあつけてるでしょ、おそらく。 まあ、サートナレアをね、罰する、罰され切ろうかなと思ってるんですよ。うん。まあ、それでね。まあ、その予想についてはね、後々触れましょうかね。まず、ビッグニュースがありましたね。ね。皆さんご存知ですかね。スタート画面ね。リスグラシュがね、コックスプレート勝ったんですよ。もちろんね、オーストラリアのレースなんですが、日本馬買ったのは初めてですかね。賞金ね。3億円ですよ。約4億円やね。 コックスプレート初めてから日本馬が勝ったのはね、どうですかね。うん。あ、2週連続なんだ。コーフィールドカップ、メールドグラス買ってた。あ、これ知りませんでした、僕ね。はい。うん。うんまあ、外戦文章惨敗でしたけど、オーストラリアはやっぱり、馬場がね、似てるんですかね。ウィッポでもね、結構オーストラリアは日本馬が簡単に勝ったりするんですけど、まあ、ヨーロッパとはやっぱり馬場が違うんでしょうね。 うん、まあ、これ嬉しいな、っていう。ねリスグラシューというと、まあ、3歳からね、活躍した馬ですけど、やっぱり馬体がね、成長途上でね、まあ、万世傾向にあるのかな、と思ってたんですけど、やっぱり小馬になって馬体が変わってきて、本当に海外でも通用するね馬になったっていうのは、まあ、びっくりですね。ここまでね、強い馬になるとはね、はい。まあ、それで、まあ、今週の馬場はね、見ていきましょうか。土曜日の馬場見ていきましょうね、はい。 ま、一旦切ります。あ、皆さんね、逆進逆進言いますけどね <laughs>。あの、まだね、今年の秋はね、あのー、いっぱいですからね。はい。外出専門賞、と、あ、ごめんなさい、2敗だ。スプリンターズステークス負けてますね。まあ、ただスプリンターズステークスでは予想してないのでね <laughs>。まだ、いっぱいですよ。あの、週刊賞当ててるし、外出専門賞もね、予想はしてませんけど、まあ、ちょろっとね、実況内、ゲーム実況の方でね、触れてますんで、 ま、まあ、個人的にね、適中したんですけど、まだね、あのよこの、今回の予想ね、いっぱいですから、逆進って呼ぶのはね、まだ、早いかもしれませんよ。はい。ね。僕の予想を外してね、喫箇所当たったっていう方も、大勢ね、コメントくれてね、おめでとうございます。はい。おめでとうございます。<laughs> 中にはそういう方もいるんでね、はい。まあ、それでね、土曜日のババをね、確かめていきましょう。はい。 あ、そ前に先週ね、月曜日競馬あったんですよね。月曜日ね、オクトーバーステックス。これが、まあ昔で言うオープン特別のレースだよね。はい。まあこのレースもね、ちょっと見ていきましょうかね。まあタイムは1分59秒2と。曲、まあ、がりタイム早いですよね。はい。うん。まあね、雨がね、週末ひどかったんで、どういう馬場になるかなと思ったら、案外時計は早いかなと。はい。うん。まあそれで、まあ台場キャグにトロコ、トリコロールブルー、サラッキーあたり。まあこの後でもう、 結構オープンでも実績のある馬ですからね。強い馬が結構走ってたんですね。はい。まあ前残りの結果と。まあ1000メ通トル1分1秒6。ねまあこれはまあ、スローペースだったんで前が残ったという形なんでしょうね。まあう,うちもね、ちょっと荒れてるのかなっていう芝がね、荒れてるのかなっていう感じなんですけど、まあ前が残ってうちも悪くないぞという感じでしたね。はい。まあ、それで今日のね、土曜日の競馬をね、振り返っていきましょう。 まあね、あの、金曜日も東京は雨だったんですかね。うん。ね、あの、5レースあたりではね、芝がね、これ今日だよね。ややもだったんですよ。はい。まあ、1分35秒7ね。はい。まあ、これはね、別に普通だなと思ったんですけど、2000メートルのね、未勝利戦があってね、これ2レースか。2レースですね。はい。 これがね、八重モのババなんですけど、二歳馬がね、二分切ってきてるんですよね、はい。<coughs> これ見たらね、結構、まあ、八重モの状態で二歳馬が二分切ってるんでね、天皇賞明日ね、まあ、曇り予報で、まあ、おそらく雨は降らないと思うんですけど、ババが乾いてきたらね、結構な高速ババになるんじゃないかなと思いましたね、はい。うん。まあ、前にも言ったことがあるよう、ね、に、未処理戦とかね、あまり僕は、 ね、バばを確かめるためにレースは見ないんですよ。だから、まあ、見てないんですけど、まあ、8レースからですね、はい。まあ、このレースからね、芝は両ババになったのかな。うん。まあ、この、ね、レースもね、1000メートル通1分7秒。まあ、スローペースとなってますよね。全体時計が1分59秒3と。まあ、500万にしたら、まあ、標準ですかね。そんな早くもないのかな、ね。 まあ一番のエトワールは、内からね、内で足を溜めて、再打ちをついて抜けてきた感じでしたね。はい。まあデュアライズあたりが出遅れたのかな、これな、確かな。うん。まあ前、前目の決着でしたね。うん。まあこれもやっぱり内前がいいのかなっていう感じがしましたね。はい。まあそれで神奈川新聞杯ですね。9レース芝1400メートル。 ま、これ見たらもうだいぶね、いつもの東京の高速ババに近づいてきたかなという感じですよね。日照クラス。まあ、1000万下のね、レースなんですけど。ね、まあ、1分26で、まあ、上がりタイム33秒台がゾロッとね、あの出てるんで、まあ、天皇賞ャね、まあ、ババ乾いていったらま、58秒台、57秒台の決着になるんじゃないですかね。もちろん上がりタイムは33秒台がね、要求される、うん、形になるんじゃないかなと。32秒台。 出る可能性もある。それぐらいのババになってくるんじゃないですかね。はい。まあ、それで、うち、外、有利、どっちかというと、まあ、どうなんですかね。うん。まあ、うちが伸びてるな、っていう。で、ババがね、やっぱり、今回祭は、雨が多かったんでね、うち、荒れてきてるとは思うんですけどね。それでもやっぱり、うちは、みんなね、伸びてますよね。まあ、それで、アルテミスステークスね。はい。このリアメリアっていうのがね、新馬戦でぶっちぎって勝って、ね、 また圧倒的な一番人気でね。これ、だから、カータジョッキーと、内ち、中内田旧車なんでね。これ、あの、天皇賞で出走する、ね、名前が出てこない、名前が出てこないわあれ。ダノンプレミアム。ね。同じ旧車と同じジョッキーですよね。はい。まあ、体もね、やっぱり似たところがあるなぁと思いましたね。もうそ、あの、ダノンプレミアムの2歳児とそっくりだなぁと思いましたね。うん。 胴がね、短めに移って、まあ、筋肉質でね。まあ、あの、ダロンプレミアムあたりはね、あの、コバになってから、なんか動が伸びた感じがしてね、変わってきたなと思うんですけど、まあ、なんか成長過程が似てるなっていう。やっぱり、旧車によってね、馬体っていうのは似てきますよね。うん。炭旧車なんかはね、いつも、なんか大物感のある馬体になるし、うちや、中内田旧車のは、やっぱり、筋肉質でさ、なんか、 なんか、漫画で出てくるアメリカ版みたいな感じでしょ <laughs> 僕の勝手な想像っていうか、空想かもしれないけど、なんかイメージかもしれないけど、なんかそんな感じがするんだよね。うん。やっぱり、旧車によって馬体っていうのは似てきますよね。それで、まあ、リアアメリアね、あの、まあ、送り気味のスタートで後ろから行ったんですけど、まあ、折り合いもね、書きながら、あ、これ、ルメールにやられるなと思ってたんですよ。まあ、ただ、オースト分ンマでね、差し切ったっていう、プラス20キロ。うん。 まあ、このまま強いな、っていうね。本当あの、ダノンプレミアムと似てるな、っていう感じがしましたね。はい。まあ、33秒0の吸い足ですよね。全体時はそんな速くないんですけど。うん。まあ、東京のババア高速ババアと言っていいんじゃないかな、という感じがしました。一旦切ります。はい、天皇賞秋ですね。過去成績をね、見ていきましょう。まず枠ですね。 ま、東京2000メートルはね、外枠不利っていうことはね、散々言われていてね、秋の天皇賞でも外枠っていうのは、ま、ここ10年。うん、まあ、2着に来ていないと。ま、今回ね、あの、18等立てではなくて16等立てなのでね、その辺あたり、ま、でも大して変わらないでしょうね。やっぱり、えっと、15番から外が全然勝ってないって言ってたんだっけね。はい。うん。ま、外枠はね、不利だと思います。うん。確か、ワグネリアン、 この14番枠勝ってなかった ?2 着か ?2 着でしたっけちょっとわからないんですけど、うん。まあでもやっぱりね、真ん中4枠が成績いいですし、まあ外は利なんですよね。東京2000メートルはね、はい。まあそれで過去10年成績ね、はい。ディープインパクトのね、成績がそんな良くないっていう話を聞きましたね。勝ったのはだから、1勝してるって言ったかなディープインパクトタンクは。うん。 デンチル・ドンダもね、2着止まりで、あ、そう、スピルバーグだけが勝ったって言ってたね、はい。この時はディープ、ディープで決まったんだ、だからね。うん。この間だけでらしいです。ディープ・インパクト3区で、手のシャキ勝ったのは、うん。ここ10年かな。まあ、ただ2着にはね、5回ぐらい来てるので、まあそんな相性が悪いというほどでもね、安田記念ほどね、あの、ペースは速くならないのでね、あの、 安田記念ほど相性が悪いということはね、ないと思うんですけどね。意外ですよね。東京2000メートルの G1 で、ね、ディープが来てないっていうのはね、まあ、来てないっていうほどでもないんだけど、うん。ええー、と、それ、外枠でね、なんか、1頭勝ったのが、イスダ・ボニータって言ったら3着って言ってたっけ ?1 頭来たんだね、3着にね、イスダ・ボニータ。これが、ね、あの、15番枠か、ね、はい。 ま、イスダボニータが、あ、ごめんなさい。ちょっと勘違いしとるな。はい。ごめんなさいね。はい。そう、3歳馬のね、あの成績も良くないっていう話を聞きましたね。過去に勝ったことがあるのは、だから、バブルガンフェローと、まあ、シンボリクリステース、かなり古い馬ですよね。うん、ここ10年で、だから、3歳馬が来たのが、まあフ、フェノメノ、あ、結構いるね。ペルーサー。 この辺り、イスラボニータね、結構来てるんですけど、カッターマがだから最近は出てないんだよね、はい。まあ、4歳、5歳がね、有力というね、データがあるらしいですね、はい。うん。まあ、先行差し、どっちが有利かな。まあ、このレースもね、逃げ馬はそんな残ってないんですね。奇跡が去年ね、3着に粘りましたけど、 うん、去年あたりは前残り臭かった感じもね、するんですけどね。はい、うん。うん。まあね、刺し馬も来てるし、先行馬も来てるし、ね、まあ。逃げ馬がやっぱり不利なのかなっていうところですよね。はい。まあ、というわけでね、あのー、まあタイトルンにねあの、サーツの成りをバッサリ切ります。なんて書いているかわからないけど、 サートゥルナーリは、い、いりません。クエスチョンぐらいにしようかな。タイトル <laughs> まあ、この前ね、僕はね、今回バッサリ切ります。はい。いや、この前弱いとか思ってるわけじゃないですよ。うん、そういうわけじゃなくて、まあ、ね、まあ、切ります。まあ、願望に近いですね。願望。<laughs> <laughs> いやね、やっぱりね、軸として、まあ、アーモンダイか、サートゥルナリアということになるじゃないですか。 このマレンね、2頭で買うのはやっぱり2倍台でしょう。正直ね、あの、毎週競馬やる人間はね、あの、当てに行ったらダメなんですよ。うん、勝ちに行かないといけないんですよ。当てに行くっていうか、ま、押さえでね、まあ、買う人もいると思うんだけどね、押さえって絶対ね年、年間やる人はね、絶対マイナスになると思いますよ。はい。うん、トータルでプラス目指すなら抑え馬券ってはっきり言ってね、必要ないです。そういう結論にたどり着くね、 あの、ギャンブラーっていうのはすごい多いと思います。はい。僕もだから抑えっていうのは、最近はね、買わないようにしてますね。うん、そんなこともないから。友人 u t 断だからね。うん、まあでもね、あの、このマレーン、僕はまあ可能性としては高いと思うんですよ。この2投で決まる可能性ね。ただね、あの、2倍にね、突っ込む <laughs>。資金力もないし、 まあ僕のスタイルから言えば、まあこの2頭に突っ込むことはまあありえない。まあそれでどっちか消すということになるわけですよ。はい。まあそれでね、僕はサートルナリアを選択しました。切る方をね。はい。まあ一旦切りましょうか。はい。本命はね、もちろんアーモンダイですね。まあアーモンダイに関してはね、あの、うん。まあ、安田県三着に敗れたんですが、これはね、スタート直後の不利があって、 負けただけであってね、最後の伸びは素晴らしかったですよね。むしろこの不利受けてね、三直まで追い込んできたことにね、驚きですよね。ちょっとびっくりしました。はい。もうこれ見たときもうアーモンドアイ、めちゃくちゃ強くなったなと思いましたね。それで、やっぱりね、馬体もね、成長してるんですよ。うん。大歌賞あたりではね、はっきり言って馬体大したことなかったんですよ、これは。うん。だから僕もそんな評価してなかったんだけど、やっぱりね、あのー、 去年の秋から変わってきましたね。それで、安田記念見たらもうすごいなっていうね。馬体も増えてんのかな馬体も480キロでしょう。うん。まあ、集荷賞が、えー、っと、ごめんなさいね、どこ。周華賞もだから480キロですね。はい。これがだからプラス14キロだったんだよね。はい。 うん、やっぱり秋から変わってきたのかなっていう感じがしますね。バタイもすごいバタイになってますね、この間。もともとね、マイルでも走ったまですかね。今回ペースを握る馬がね、おそらくアエロリットだと思うんですよね。このまスローで逃げてね、持ち味出るタイプではないので、ある程度ね、ペースは流れると思うんですけど、まあ、前走ね、毎日長官で。 ね、2着に粘って。まあ、この時の時計がね、1000メートル通過58秒5なんですよ。まあ、それで2着に、ね、粘ってると。もうちょっとね、2000メートル距離延長なんで、まあ、落として、ま、59秒ぐらい。まあ、そのあたりになると思うんですよね。まあ、さか1分とかで行かないと思うんですけど、ね、持ち味出ないんでね、59秒ぐらいで飛ばしていくんじゃないかなと思うんですけど、うん、まあ、そういうね、あの、 ある程度早い流れになると思います。アーモンドアイね、あの、もちろん、マイルでも走ったまでし、安田記念ね、めちゃくちゃ上がり、上がりというか、点がね、速くてね、まあ、ね、1000メつトル、57秒、800メートル、45秒8でしょ、速かったんで、ね、点が速くてもついていけるっていうことはもう証明済みですよね、はい。まあ、それで、まあ、サーツのナリア見ていきましょうか、はい。うん。まあ、僕はね、あのー、 うーんまあ、東京優秀ね、ダービーは4着に敗れてるんですけどね、この時パドック見てね、かなり状態が悪いなと思ったんですよ。むしろね、あの、これはね、あの、装飾馬だったんじゃないかなと思ったんですよね。うん、それで、まあ、がっかりだなと思って見てたんですけど、神戸新聞ね、あの、僕、これね、あの、現地行ったんですけど、まあ、現地行ってもね、パドックでは見ないで、なんか食堂でね、あの、テレビで見てたんですけど。<laughs> やっぱりね、あの、馬体変わってきてたね。よかったね。全然違ったわ、ダービーの時と。だから、ダービーの敗退はね、まあ、レーン機種のね、あの、ヘボき状という言葉あると思うんだけど、まあ、状態もね、悪かったんだなと思いますね。はい。まあ、神戸新聞杯ね、スローペースで流れて、まあ、1000メートル1分3秒4でしょ。まあ、上がりタイムが32秒3ですよ。3ハロー。まあ、強い競馬だったんですよね。 まあただね、あの、速いペースになって、どうかなという不安は、まあ、一末の不安がね、あると思うんですけど、まサツキショーでね、経験してるんですよね、はい。まサツキショーの1000メートル通過が1分、あ、ごめんなさい、59秒1ですよね。まあ、そこそこ早いタイムで、まあ、まあ、ダノンキングリー、ベロックスあたりを差し切っていると。うん。まあ、速いペースになってもね、まあ、全然来れると思うんですよ、うん。 えそれでね。そうそう。まあ、このサーツナリアのね、消す理由としてね、3裁判が弱い !3 裁判が弱いっていう可能性にかけてみ、かけたわけではないんですよね。というのも、あの、サツキショーをね、2着に下している、あ、3着ね、3着に下しているダノン・キングリーが、毎日王冠でね、すごい競馬しましたよね <laughs>。手遅れながらも、ね、あの、会える一手あたりを差し切ってしまったと。 これでもう、ね、あの、ね、3歳が弱いっていう、こう、可能性はね、かなり低い、低くなったと思いますね。はい。だからね、ダノン・キングリーが出てきたらね、僕はダノン・キングリーとアーモンダー1点で勝負できたなと思うんですけど、ダノン・キングリーマイルチャンピオンシップに行くらしいので、ちょっと残念ですよね。うん、僕は、ダノン・キングリーの方がひょっとしたらサートになるより強いんじゃないかなと思ってるんでね。はい。 あのキングリ買いたかったんですよ。まあ、ただ、まあ、出てこないので、まあ、サーツンナリア、まあ、まあ、今説明してきましたけど、まあ、消す理由はないんですよね <laughs>。ま、ただね、唯一ね、消す理由っていうのがあるんですよ。まあ、それはね、あの、まあ、サーツンナリア、アーモンドアイ、まだ対戦したことないのでね、あの、実力差っていうのは、まあ、誰もわからないわけじゃないですか。唯一ね、日本の中にね、わかる人間がいるんですよ。誰だと思います わかりますルメールジョッキーなんですよ。<laughs> このルメールジョッキーがね、まあ、サートンナリア、アーモンドアイ両方ともね、またがったことがあるんですけど、今回ね、あの、僕は戦前2強だと思ってました。うん。正直どっち勝つのかなっていう感じだったんですけど、まあ、いざね、あの、週中入ってみたらね、アーモンドアイ1強じゃないかっていう声がね、あの、強くなりましたよね。 まあ、オツもね、1.7倍、4.1倍、こんな開くとはね、正直思ってなかったんですよ。うん。これね、あのー、開いた理由、まあ。ルメールがね、自信満々なんですよ。<laughs> ああ、問題、ナンバーワンだって言ってね、もう絶対勝つみたいな勢いでね、あの、コメントしてるんでね、これが僕はね、あのー、まあ、違和感を抱いたんですけど、よっぽど自信あるんでしょうね。はい。 ま、このね、二頭の持続さわかるのはルメールだけだと思うんでね。まあ、ルメールの言葉聞く限りであれば、やっぱりアーモンドアイノが強いと、見た方がね、いいんじゃないかなっていう感じがしたんですよね。はい。まあ、それが大きな理由ですね。はい。ルメールの自信がサーツネナリア消しに至ったということですね。もうそれだけです。はい。うん。うん。それだけですね。まあ、ほぼ願望みたいなものです。はい。まあ、それでっいていきましょうか。はい。 はい。相手ですね。はい。展開としてね、あの、アイルリッドがそこそこのペースで逃げることをね、想定してるんで、うん、やっぱりね、あの、スローペースの強いディープよりも、他の間を買った方がいいのかなと思ってたんですよ。まあ、相手一番手としてね、スワブリチャードあたりを考えてたんですよね。はい。枠もいい枠引いたしね。うん、まあ、このまあただね、あの、うーん。 よーく見てみたらね、それほど実績ないんだよね。うん。まあ、コバになってからね、大阪杯勝ってるんですけど、まあ、これはね、まあ、強い競馬だったんですけどね、金古賞あたりは、まあ、スローペースだしね、時計も遅いし、相手見てもそんなレベルの高いレースではありませんよね。うん、まあ、大阪杯はね、素晴らしい競馬だったんですよ。ルメールのね、神木城かもしれませんけど、 まそれで安田記念ね、一番人気で三着に敗れてね、うん。あれっていう感じでしたよね。安田記念ね、あの、まあ、距離が合わなかったっていう、ね、あの、可能性が高いんですけど、まあ、完敗でしたね。マイル適正。まあ、三着だからね、マイル適正なかったというのはどうかと思うんですけど、まあ、完敗でしたね。はい。まあ、それでね、手の先十着っていうのはまあ、不利を食らってのもので、まあ、これは実力差じゃありませんよね。まあ、それで、 ねジャパンカップでアーモンドアイと対戦して期待されて2番人気ですよ。まあ、これががっかりだったんですよね。乾杯の3着と。はい。まあ、4着のシュバルグランにも迫られた3着でしたね。これも舞台、舞台的にはさ、左回りで、東京競馬場得意って言われてましたから、まあ、これも本当にがっかりするレースでしたね。はい。その後はね、まあ、適性のあるレースには出てなくて、中山記念4着、高津記念3着、 うん。まあ、今回、手のシャキ、まあ、適正的に合うと思うんですけど、果たして弾けるのかなっていうね。うん。そもそもハーツくらいで、東京2000メートルはどうなのかなちょっと見てみましょうか。ハーツくらいで来てるもいますかね うん。あ、ジャスターウェイがいるんですね。はい。ジャスターウェイ、ハーツクライだよね。そのあたりなんだよね。ハーツクライ、東京2000メートルのね、G1 で来るイメージ、そんな、ないっちゃないんだよね。うん。ちょっと距離が短いんじゃないかなっていう。 感じがしないでもないですね。なので僕はちょっと、スワブリッチャードね、買いません。はい。あとね、内訳で良さそうなのが、まあ、カデナカデナーちょっと G 1では足りないと思うんでね、短い直線の方がいいと思うんで、うん。ひょっとしてスローでね、あの、本当に良いドンの競馬になったらカデナとかにもチャンスあるのかなと思いますけど、まあある程度行くと思うんでね、まあそれで、 内ちけで良さそうなのは、ユーキャンスマイルね。はい。まあ、この前もね、長距離場。まあ、僕、金亀はね、長距離で走らないと見てたんでね、喫下所三着に入って、あれっていう感じで、ダイヤモンドステークスも勝たれて、あれっていう感じでね、まあ、天童所春は五着に敗れましたけど、まあ、新潟記念2000メートルでね、まあ、これ、外出し競馬だったんですけど、内をさばいてきましたね。まあ、ただ、次男坊あたりと、まあ、タイム差なしなんですよ。 正直ね、あの、強い競馬とは思いませんでしたね。まあ、ハンデがね、あの、57キロでしょう。まあ、でも彼らとかと一緒だしね、正直強いなとは思わなかったんですよね。うん、ま、新潟記念勝って天皇賞秋勝ったというとね、あの、オフサイドトラップあたりをね <laughs>、思い出しますけど、オフサイドトラップって言ったらあれだよね。そうだ、サイレンスズカがね、故障して、繰り上がれで優勝したんだよね。 オフサイトトラップでももうちょっと強い勝ち方してたんじゃないかなと思うんでね。どうなのかなっていう。ユーキャンスマイルも買おうかなと思ってたんですけど、僕は買えません。はい。うん。それでね、あの、まあ、ディープね、あの、 うん。まあ、展開がある程度流れてディープどうなのっていう話もあるんですけど、まあ、安田記念ほどね、展開は早くならないと思うんですよ。アイロリッドがいてもね、抑えていくと思うんでね。まあ、59秒ぐらいならばね、ディープでも我慢するんじゃないかなと。まあ、それで対抗はね、ダノンプレミアムでいきます。はい。このままね、安田記念でもね、あのー、 ね、二番二期したまで,ですけど、まあ、こんなもね、アーモンダイと一緒で不利受けて惨敗したんですけどね、はい。まあ、このね、戦前からね、あの、速いペースを経験してないっていうことは散々言われましたね。まあ、それはディープなので、キリっていうね、あの、判断をされた方もね、多いと思います。僕は買ってしまったんですけど。<laughs> うん、どうですかね。確かにね、早いキーは経験してないんですよ。うん。 まあ、マイルスカップ、マイル戦勝ってますけど、この時超スローペースだからね。1 1000メートルというか1分っていう、もうマイル戦にしたらめちゃくちゃ遅いペースで、マイル適正はあるのか、まあ正直まだわからないですよね。まあ2000メートルはね、あの、まあかなり勝ってきてるはいるんですけど、金庫椒もスローだしね。まあ、ただこのレース強かったですよ。リスグラッシューにね、あの、先ほどね。 コックスプレー、コックスプレートを買ったね、リスグラッシュに干渉してる。まあ、ただスローペースでね、この時も1分1秒。まあ、こんな緩いペースにはならないと思うんですよ。はい。やよいしょあたりも1分1秒でしょう。早いペース経験しない。ダービーが、速かったな。1分。まあ1分1秒ぐらいか。そんな速いペース経験しないんですよ。まあそれで、マイルス戦も勝ってるけど、これも朝日杯とかもさ、意外と、まあ59秒3ですけどね。うん 59秒3で勝ってるんだ。ね。それならば、なんとかならない。なんとかなりません。59秒ぐらいなら。58秒とかはね、やっぱり苦しいと思うんだけどね。うーん。お、C さん、こんにちは。はい。うん。この時、あ、この時でも58秒3か。うん。ごめん全然前調べしてなかった。<laughs> 58秒3でね、あの、2番手から競馬してるんですよね。うん。行きますよ。行きます。天皇賞のペース行きますよ、このまま。うん。行けると思います。まあ、それでね、あの、中内打球社でね、あの、土曜日勝った、リア,アメディア、そっくりな馬体って言いましたけど、まあ、この馬のが、まあ、どうも伸びて、すごい馬体になってますよ、この馬うん。まあ、安田記念度外視すればね、もう、チャンピオン級のね、あの、実績なんで、まあ、ダービー負けてますけど、<laughs> このまあ、馬体の迫力すごいですよ。うん。<laughs> うん。馬体の迫力、やっぱりこのね、馬,馬体の迫力だけで言ったら、やっぱり、まあ、このサートナーリア、ダノンプレミアム、アーモンアイ3等だと思うんですけど、まあ、この3等は、まあ、どのまま引け取らないなっていう感じが、するんで、僕はダノンプレミアムにね、人気ね、薄い方にかけてみたいなと、はい。これ2番手でいきます、はい。 59秒ぐらいならいけるよ。我慢できると思う。うん。まあ、それでね、あの、まあ、このアーモンダイダノンプレミアムをね、強めに買ってね、あと、ちょろっと買いたいんだけどね。うん。僕はね、外枠から買いたいんですよ。もう2頭買います。ワグネリアンとね、アルアインです。はい。うん。この2頭買いたいと思います。 というのもね、今回ね、アイルリットはね、一頭早い馬いるんですけどね、その後についていく馬がそんないないよ。ステッフェリューあたりね、あの前走逃げてますけど、もちろん、ま、オールカマーなんでね、そんな早い展開ではないですよ。1分1秒8だから、そんなアイルリットについていけるかといったらそうでもないんじゃないの小倉大商店どれぐらいあ、こんにちは、柴田義富先生。はい。うん、まあ、このあたりね、あの59秒4、4番手でしょ。そんな早い馬ではないんだよ。うん。 だからね、あの、2番手3番手のまそんないないんだよね。だから外からね、押していけばね、先行作叶うんじゃないかなっていう、この2頭ね。まあ、ウィンブライトあたりもね、行きたいと思うんで、どうかなと思うんだけど、まあ、スタートをね、しっかり切ればね、この内枠あたりで前行きそうなまはそんないないんで、ひょっとしたら、行為取れるかなっていう。うん。 アルアインとかね、ゆっくり出して、なんか外回ってたら絶対来ないと思いますよ。だから、スタート気をつけてね、もう、もうすごいタイミングで出して、前を取りに行く覚悟でいかないとねま、まあ構想はないと思うんですけど、このワグネリアンとアルアイン、まあウィンブライトもそうなんだけど、このあたりが多分出していくと思うんですよね。そうなった時にやっぱりアーモンダイはね、内枠で包まれる可能性があって、 ま、直線進路なくす可能性っていうのが、僕はそれが唯一の心配なんですよね、アモンダイね。うん。それがちょっと怖いかなっていう。うん。まあ、この4等でね、僕は買いたいと思いますね。もちろんワグネリアンとかね。まあ、前走札幌機内4着ですけど、まあ、この時落鉄してたらしいので。 まあただメンバーもね、これ、もうチャンピオン級のメンバーですから、このメンバーで4着、落鉄して4着っていうのは全然がっかりする着順じゃない、ないしね。全然押せると思うんですよね。うん。東京もね、走りますし、まあワグネリアももちろん買いでしょ。まあそれで RI もね、まあ去年、ね、4着ですし、うん。高崎記念あたりはね、なんか馬にやる気がなかったとか言ってたね。うん。まあ大阪杯ね、勝って、 まあ奇跡がね、ある程度は、ね、あの、モザシマになると思うんだけど、奇跡に先着したまってそんないないからね。まあ、ライン十分圏内だと思うんだよね。まあ、ただ上がりの早い系は、対応できるかなっていうのはあるんだけどね。うん。それが心配な。うん。まあ、去年が、ね、34秒後なんだよな。これ、思い切って行くしかないよ。うん。思い切って前行くしかないわ。 まあ、アラインちょっと苦しいかな。ワグネリアン。うん。まあ、この3頭でね、攻めたいとま思う。ウィンブライトあたりはやっぱり、直線短いコースの方がいいと思うんでね。うん。まあ、アラインも同じようなタイプなんですけど、ディープな分、まあ、瞬発力勝負にもまだ対応できるかなっていう。うん。まあ、この、ね、マカ引キあたりはちょっと苦しいんじゃないかなっていう。うん。スワブリチャード。どうかな。まあ、ねもちろん買いたいんだけど、手広げられないからね。 僕はこのね、あの、問題から3頭で勝負したいなと思ってます。はい。さて、オッズ見ていきましょうかね。まず生まれんですね。はい。まあ、10倍ぐらいでしたね。そんなつかないんだよ。まあ、2番からね、2番、9番が10倍ぐらいでしたよね。二番、9番。ま、9.7倍。これちょっと厚く買おうかなっていう。うん。2番、10番3.2倍。ちょっと、ね、オッズ高くなってますけど。 ま、それで2番、14番。まあ、16番結構つきますよね。2番、11番、100、万馬券なのこれ。え、すごいね、これ。そっか、内枠から売れてるんだ。ウィンブライトちょっと押さえとこうかな。ちょっとこの辺り分かりました。ウィンブライトちょっと押さえるかもしれないね。あ,あこれ、さあ、アームいって万馬券マジで必要以上に、だから枠がさ、なんか、 枠で売れてる感じがしますね。僕はでも、外枠で勝負したいな、っていう。うん。思いってりで出していってほしいね。まあ、この、マレン3点と、ひょっとしたら、ウィンブライト押さえるかもしれないね。あ、でもパッドにね、あの、今、1000しかないんで <laughs>。買えないかもしれない。どうしようかな。まあ、3連服もね、ちょろっと買いたいんですよね。まあ、1000円で割り振るのすごい大変だな、これね。入れとけばよかった、パッドに。こ、こんなウィンブライトつくの ねえ。まあ、確かにウィンブライトってさ、あ東京は会う気はしないんだよね。東京、全く走ってないもんね、これもね。<laughs> うん、富士ステークスも大敗してるし、ダービーも大敗してるし、マイショッアンも大敗してるし、まあ、東京で走ったことないんだよな。あ、未処理戦東京で勝ってるよ、これ。 まあでも上がりは遅いですね。んちょっと東京合わないような感じもするんだけど。うん。まあ3連符ね。はい。まあ2番から9416年、ね。まあこれ3点じゃないですか。ね。あ、でも結構つくんですね。これ変えます。はい。 うん、結構つくわ。ね、サートのあり焼きしたら。まあ、勝負ですよ、勝負。ね。はい。この予想を見てね、サートのあり褒めていく方もね、僕逆進なんで大勢いると思いますけど、勝負ですよ、勝負。ね。明日はね、勝負ですね。はい。<laughs> というわけで今回ね、予想の方を終了したいと思います。皆さんね、天の地焼の方、予想頑張ってください。それでは、ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。